Hi guys, I'm Princess Mose here. How's going on? はい、皆様こんにちは、モセ姫です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、日曜日、だいたい日曜日に上げてるウィークリー運勢を私はホロスコープ展開法でたくさんのカードを使いながらしっかりと深掘りしていきながらセブンデイズの毎日の流れそれも見ていきます。今週もねそういう風にするんだけれども、今ライオンズゲートがもうねこの日曜日がね最大オープンなんですよ。ものすごく運気がねつながってる時になおかつ獅子座の新月、もうすごいよね。どんなどんなどんな願いが叶うのってことで、今日はウィークリー運勢とあなたがこの獅子座の新月で願いが叶うことをね2つ見ていきます。うん豪華バージョンということで、はい、じゃあね3択選んでいただきたいんですけれども、はい、この中からね、よいしょ、うん、ね、ちなみに今乙女座さんモテ期です。魚座さんなんかね素敵なパートナーとかに巡り会えたり結婚の運気上がってます。そしてね牡牛座さん、恋愛のチャンス、出会いのチャンス、あと赤ちゃんを望んでらっしゃる方、すごくチャンスの時期だよっていうことをお伝えしたかったということで、はい、ここからね3枚カードを引いていきます。まずね1番の方、2番の方、3番の方、はい、よいしょ、まずはこの中からね、1番、2番、3番、大丈夫ですか？決まったなら開いていきますOK、行きましょうか。日々号ですね。じゃあ見ていくね。はい、じゃあ1番の方の、まあ、今週のね、なんていうのかな、まあ、メッセージと思っていただいて大丈夫。はい、1番の方。スピリットガイドだね。おお、なんかすごい神秘的なカード出ました。1番の方ね。はい、2番の方は、さて、ファインディングだ。何が見つかるの？ねえ、なんか幸せなこと見つかりそうじゃない？はい、そして3番目の方。ピース。あ、すごく平和。穏やか。OK? じゃあね、1番の方、2番の方、3番の方。はい、じゃあ見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の、はい、スピリットガイドの方。なんかね、すごい感性とか豊かだったり、第六感とかね、強い方とか、うん、いるのかなとか、占い大好きとかね、好きじゃなくて大好きとか。はい、じゃあ見ていきます、まずね。はい、まずは、今週の大きな運勢が、いいね。コインの9、これはいいね。はい、これは節制のリバース、仕事だね。わお、正解。
回が出たよ。これなんかご実家で嬉しいことがあるとか、うん、なんか同棲が始まるとか、なんかお見合い結婚、お見合いでいい人に巡り会えるとか、なんかそんなこういい家が決まるとかね、うん、なんかいいですね、すごいね。コインの7のリバース、もう、あ、ちょっと待ってこっちだね、失礼。あ、でもいいね。お、ここね、結婚のところなんだよね。結婚のところに女帝の正位置、プロポーズされるとかね、運命の人に出会えるとか、なんかね、これ女帝でね、ここ赤ちゃんのカードもね出てるから、授かり婚の人とかもねいるかもしれないね。いや、いいですね、結婚色強いな今週。うん、コインのエース、コインの6、これお金のところ、カップの5のリバース、なんか兄弟との再会がありそうだね。あ、ちょっと待って、ね、はい、ここはねセックス運のところに月が出ましたね。うんうんうん、なんかね、お相手様とちょっと合わないとかね思ってたりする人いるのかな。恋愛いいね。おお、横のつながり、会社での横のつながりもいい。ちょっと待って、カードが、ごめんなさいね。はい、ここ、コインの子。あ、ちょっと友達運があんまり今週良くないかも。なんかこう、周りの友達が例えば失業したりとかね、なんかこう、金銭的に案外大変になる人とかもいるのかもしれない。はい、今ね、まずね、こういう風に12枚のカードを出したんだけど、今から、この中心のカード、あなたのところ、お金のところ、恋愛のところ、結婚のところ、仕事のところに、あのカードをね、追加して見ていきます。まずね、中心のところ、はい。水天樹、なんかね、ゆっくりと時間をかけながら待つ、なんかその成果がね出てきそうだね。水風星、おお、タクライズ、もう辛い成功、はい、天水晶、なんかね、結婚の人と離婚の人とっていう感じがする。で、離婚の人、離婚をね望んでる人、あなたの思う方向になっていくんじゃないかなって気がする。はい、仕事、ライカ法いいですね。はい、こういう風にね、ちょっとカードをたくさん出していきます。
今度はこれルノルマンカード。あなたのカードが出たぞ。はい、ここ棺桶だね。んだけどリングが出たね、すごいね。はい、仕事コウノトリ、おーいいですよ。はい、最後にルーンを開いていきましょう。お、ウル、いいね。空白のルーンっていう、あの無限の可能性があるんですよ。あー、なんか楽しみだね。ちょっと待ってね、こうだね。はい、レオース、うん、はい、赤ちゃん恋愛のところ、ラード、はい、そして結婚離婚、終わる人始まる人の差がすごい激しい。はい、仕事、あ、いいですね。はい、あとごめんね、恋愛のところと、よいしょ、のところにこのカードも出したいんだよね。はい、まず恋愛のところ、あ、これ2枚だね。よいしょ、はい、恋愛のところ、はい、このカードと、はい、結婚離婚、 OK。 はい、じゃあお待たせしました。さてさて、じゃあ見ていきましょう。はい、まず今週の全体運、あのね、今までこうあなたがね頑張ってきたことだよね。頑張ってきたこととか、なんか待ってたこと、それがようやくこれあなたの手元に来る、うん、手に入れることができるって言ってる。これがもちろんね、金銭的な喜びもあるんだよね。でも物質とか金銭だけじゃなくて、あなたが手に入れたいと思ってたこと、例えばね、ずっとあなたが待ってた連絡とか、あの人からの連絡とか、うん、あとはうんね、やっぱり赤ちゃんが来てくれるとかね、すごい出会いもありそうなんだよね。うん、もうね、これ、まあ、初っ端のカードが、ね、これコインの9っていう、もう豊作とか、うん、実りっていうのがもうガンガン出てますからね。だからもうね、そのあなたがいわゆる受け取る時期が来たよっていうのが今週、うん、良かったですね、うん、受け取りますよ、今まで頑張ってきたことをね。で、はい、ここがね、あなたのところ、あなた自身を表すところ、うん、コインの7のリバース、水風星、棺桶、そしてね、これ無限大のカードね、うん、なんかね、
あなた自身は今、こう人生の仕切り直し、それをしようとしてるのかな、みたいな。なんかね、生活の基盤を自分で整え直したりとか、こう自分の過去をこう振り返ってるような、そこからまた新しい道、これ頑張っていこうかな、みたいな。そういうね、強いエネルギーを、なんかね、終わらせて始まらせるみたいな。それをすごく感じます。今、あなたは何か、ね、こう、区切りをつけて、なんか新しいスタートをしていきたいのかなっていう感じがする。そして、ここが金運ね。コインの6。タクライ水。トリペオース。まずね、今週の金運はいいですよ。むちゃむちゃ黒字です。すごく黒字だしね。なんかね、突発的に、こう、少しお金が出ていく。なんか予想外の出費っていうのはあるかもしれないんだけど、基本今週のあなたと金運は、なんかね、お金がこうあなたの元に集まってくるとかね、こうお金があなたを追いかけるみたいな、いいですよね。そんな感じ。ただ、なんかね、突発的なことはあるかもしれない。まあ別にそれ注意ってわけじゃなくて、まあもしかしたらそういうことあるかもよぐらい。でもね、基本これすごいプラス。なんか突発的なこう出費があったとしても全然問題ないって感じです。そして、赤ちゃん恋愛が、ちょっと待ってね、カードがいっぱい出てるからさ。こっちだね。はい、まずね、恋愛中の人。なんかね、恋愛運から見ると。なんかね、穏やかって出てる、今週の恋愛運。なんか大きく進展っていうのではなくって、どっちかっていうと、今まで通りのこう恋愛っていう感じ。安定感がすごくあるの。安定感がすごくあって、で、もし、あなたの恋愛に、誰かこう、邪魔な人が、なんかね、もしかしたらライバルとかね、いるかもしれないんだけど、でも、あの人は、あなたのことを守ってくれると思うし、愛してくれてるよ。愛してくれてる。なんかこう、もしかしたら少し停滞とかね、マンネリ感っていうのは若干あるかもしれない。でもね、それって幸せなことだよね。それがね、まず今週の恋愛運ね。でね、妊活赤ちゃん求めてらっしゃる方。今週はなんかね、女の子って出てるんだよね。出てて、もしかすると、例えばね、ご主人様との、まあ、ここセックスのところなんだけど、そこが少し不安とかね、なんかこう、なんか愛し合うっていうよりは、こう、赤ちゃんのことばかりを考えてはしない方がいいかもしれない。むしろ本当に純粋な愛情みたいな感じで。なんかね、こう、ご主人様と愛し合うと、この不安がね、こうなくなって、こう、なんかね、いい形で、もしかしたらここね、あなたのところに来たいって思ってる女の子いるのかなって感じがします。こう、純粋な、こう、愛情、なんかそこをメインに、今週は、なんかね、
まあ、頑張るっていうわけじゃないけど、うん、そこをメインにすることをおすすめします。うん、そしてね、ここにね、まあ、家、これ家なんですよね。ここに世界が出てるから、なんかね、旅行とかじゃなくって、本当にこう、家の中が愛の巣になるような、そんな感じもします。今週引っ越しをする人とかすごくいいですよ。でね、はい、ここが結婚とか離婚とか、うん、いわゆる法的なことをね、表すところです。もうね、本当に、今ね、見ていただいている方、すごく大きくこう、二つに分かれるのかなって思います。今から、こう、結婚をする人。そして、ね、逆に、もう、離婚とか、そういう一つの区切りをつけて、次のスタートに行く方。もう、すごいもう本当に、カードが両極端なカードがすごく出てます。本当にこう終わりと始まり。それがね、出てますね。そして、ただ言えること、まず共通して言えること。結婚する人もね、離婚を考えている人も、相手ときちんと話し合うことができると。そして、結婚される方はね、結婚な、を考えている方は、とにかく相手がね、どういう人なのかとか、出会いとかも含めてね、相手がどういう人なのか、そしてどういう結婚観を持っているのかとか、そういうことをしっかり話し合われるとね、すごくいいかなって感じがします。うん、でね、もしかしたら結婚のことで少し価値観が合わないとか、出るかもしれない。ちょっとした言い争いとかになるかもしれないんだけど、でも、今思ってらっしゃるあなたのお相手様、きっとね、これ結婚につながるご縁があるんじゃないかなって思います。リングも出てるしね。そして、もしかしたら赤ちゃんが来てくれてからの授かり婚の人もいるかもしれないって出てる。素晴らしい。はい、じゃあね、仕事のこと。うん、節制のリバース、雷火砲、コウノトリ、ダエグ。うん、ね、少しあなたの中で、こう、仕事の中のマンネリ感とかがあって、なんかこう、次のステップアップしたいな、みたいに。思ってらっしゃる方いるかもしれないです。うん、そういうふうなチャンスがやってきたり、まあ、出世をしたり、転職をしたりっていう可能性もあるかもしれない。で、今あなた自身は仕事に対してのそこまでの情熱はないかもしれないんだけどね、今。でも、あなたが持ってらっしゃるポテンシャル、素晴らしいですよ。うん。だから次のところに行く、今のところで頑張る。でも、あなたは、今週のあなたの仕事運っていうのは、素晴らしいもの、素晴らしい能力、それがあるよと。そして日々の、こう日常のルーティーン、それも大切にしてねっていう風に、はい、出てます。あら、素敵な一週間になりそうですね。ということで、じゃあ、セブンデイズ見ていきましょう。はい、じゃあ、8月の9日からの1週間のセブンデイズ見ていきます。はい、月曜日、怒り。火曜、これとこれが気になったから2枚出すね。火曜日が、熊と子供。はい、水曜日。フォックス。はい、木曜日。この日まで、ライオン、ね、ライオンズゲート開いてます。これかな。鳥。はい、13日。
たは嬉しいカード。さあ14、おーカードが落ちたね。14、道。はい、15。ワンちゃん。はい、じゃあね、これがね、1週間のセブンデイズ。うん。まずね、まずね、ネガティブな日がない。1週間通して。逆にね、すごいいいよっていう日が、恋愛とかね、喜び事とか、出会い。うん。それがね、あるのが、このね、金曜日ね。素敵なデートとかね、プレゼントとか、これがね、金曜日。そしてね、日曜日も、お友達かな、素敵な時間がね、過ごせるって出てるのね。そして、赤ちゃんっていう意味では、この火曜日とかね、金曜日もなんか良さそうですよ。で、逆にそれ以外の日、火曜日ね、あとね、お金のカードも出てるからいいですね。なんか大きいお金入ってくるのかなとか、もしかしたらお子さんとかね、赤ちゃんとかにお金使うのかなっていうのも考えられる。悪いのが出てない。で、ただ水曜日がね、仕事運いいと思うんだけど、詐欺とかね、なんかそういうのちょっと気をつけてねっていう、もしかしたら裏があるかもねって感じで気をつけてねと。木曜日もね、コミュニケーション運とかもいいし、なんか土曜日あなたが迷ってたことに対して決断するのかなみたいな。そういうのも出ていいです。特に金曜日が一番いいかなって感じです。はい、じゃあ最後に、このライオンズゲートプラス新月、むちゃくちゃすごい日なので、さあ、あなたの叶う願い見ていきましょう。はい、じゃあすごい新月やってくるよっていうことで、はい、あなたの叶う願い、さて、この新月で叶う願い、タワーが出た。なんかね、守られてるって出てるね。会社とか、あの人との関係とか、あの人から守られる。ご両親から守られてる。それが出ててね。太陽すごいね。ハート。あ、恋愛がこれ安定してるっていう。安定してるね。キー。あ、いいじゃないですか。ポジティブなカードがいっぱい出てる。クモ、ヘビ、はい、あ、こういうカードが出たね。なるほど。複雑な恋愛の人がいるのかもしれないね。複雑な恋愛の人がいるかもしれないんだけど、でもね、あなたが守られてる。あなたがあの人と愛されている。もうなんかこう、私今これ、複雑な恋愛ライバルがいる人っていう風なことで私は今見てるんだけれども、なんかあなたの方がお相手様の強い愛情、そしてあなたのことをお相手様がいわゆる選んでくれるじゃないかなっていう感じがね、するね。なんかこのライバルの人っていうのは、こう自分がね、愛されてないんじゃないかとか、そういうこう不安の方が大きいみたい。あなたと全くこう状況違うみたいなんですよね。
なんかあなたは愛されている。複雑な状況かもしれないんだけど、あなたの愛は、あの人の愛はあなたにあるよって。もうね、ここほぼほぼ結婚のカードだよね。なんかもう半永久的にあなたたちの愛は不滅ですみたいな、そんな感じ。で、特に今回このね、獅子座のライオンズゲート、ここにね、太陽、獅子座を表すものが出てるから、そことハートが一緒に出てるから、もう本当に今回ライオンズゲートとつながっている扉が、やっぱりあなたとあの人がいわゆる通ることができる、そのパワーを受けることができる、そういうことなんじゃないかな。自信持っていただきたいですね。はい、じゃあね、星座、今週のラッキー星座見ていきます。あなたにとっての今週のラッキー星座、カニ座さんです。今週のあなたのラッキー星座はカニ座さん。水辺のね、デートとかもいいですし、なんか柔らかい赤とかね、ラッキーカラーね、柔らかい赤とか、あとはブルー、それもラッキーカラーになってます。どうぞね、人見知りせずに、こう自分を出していくっていうこともおすすめです。はい、これがね、一番の、はい、スピリットガイドの方でした。はい、長くなりました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。い、じゃあ2番のファインディングの方。はい、じゃあ見ていきましょうね。まずここは全体運、今週の全体の流れ。すごーい コインのエース出ましたね。いやー、これはすごいね。でも仕事がコインの5が出たんだね。ちょっと仕事面は案外苦労しちゃうかもしれない。はーい。家の中、家庭の中、ちょっとすれ違いがあるのかな。はい、そしてあなた自身、なんか自信をなくしちゃうのかな。これ結婚とか離婚とかなんだけど、なんか良さそうですね。なんかあなたが望む方向に行きそうな気がする。はい、ここは隠されてる物事、鳳凰のリバース、ご両親のこととかかな。ご両親とか、あと、なんか複雑な恋愛をしている人、いるのかな。カードをね、いっぱい出していくので、後で。はい、金運。ちょっとこれ辛いですね。なんか、やや追い詰められる感があるかも。兄弟とか、小旅行、ややマイナスって出てるね。はい、ここはね、はい、セックス運、はい、正義、いいですよ。はい、ここ恋愛とか赤ちゃんのことね。恋愛、赤ちゃん、はい、これはコインの2のリバース。まあ、健康面とか、会社の横のつながり。はい、ここお友達運。はい、カップのページいいです。友達運いいですね。はい、海外、女帝のリバースです。じゃあ今ね、こういうふうに中心のカードと、あとホロスコープ展開法で今カードを出しました。今からカードを追加していくんだけど、この中心のカード、あなた自身のところ、金運のところ、恋愛の
こと、子供のこと、そして結婚のこと、仕事のこと、ここにカードを追加していきます。はい、じゃあ見ていきます。はい、まず全体の流れ、価値心、やっぱいいね、全体運がこれだけいいんだよね。はい、あなたのところ、うん、地下メーカー、なんかね、やっぱこう自信をなくしたり、こう自分がこう、なんていうのかな、暗闇の中にいる感覚なんだよね。はい、ここ金運のところ、うん、婚位置だね、受け身。はい、赤ちゃんとか恋愛のこと。来宅決まりか。なんかこれね、こう別の異性の影とかなんですよね。うん、まああとはすっごい魅力的な人に出会う可能性もある。なんかこう出会いを求めてる人はすごくいい。で、今恋愛中の人はあなた、もしくはあの人が、なんかこう出会いがある可能性あるのかなと。そしてここ結婚のところね。おお、なんかすごいお金持ちの人とかね。うん、あの貯金がすごいいっぱいある人とか。仕事をね、ご自分でされてて成功してる人との出会いが、それも結婚の出会いがある。はい、仕事のことね。おー、いいんじゃないかな。うんうん、OK、ちょっと待ってね。はい、あとはね、ルーンカード、うん、これも開いていくね。はい、まずはあなたのとこ、うん、やら、やっぱどう考えてもいいですよ。あなたのとこ、はい、ペオース、うん、はい、金運のところ、イス、うん、そして恋愛、赤ちゃん、うん、これのリバースね。はい、結婚、いいね。はい、今度は仕事、うんうん、アンスールのリバース。さ、じゃあ最後にルノルマンカード、ですよ。もう全部いいカード。むちゃくちゃすごいね。うん、はい、あなたのとこ、あー、もう自信持っていってほしいな、こんなに運気いいからね。クローバー、はい、恋愛、ユリ、うんうんうん、わあ素敵、花束出たし、あ、いいね。リング、おお、あらら、素敵なカードがむちゃくちゃ出たよ。あと、まあ、5番目の部屋と7番目の部屋だけ、こちらのカード見ていきます。はい、5番目ハネムーン、7番目、はい、ファイナンス、はい、はい、大変お待たせしました。はい、まずね、今週のあなた、すごいんだけど、コインのエース、
価値心やら、これリバースなんだけど、これ正も逆もね、一緒なんですよ。すごくいい。そうしてほしいか、いいなぁ。なんかね、もう今まで頑張ってきたことがね、叶う、願いが叶う、もう夢が叶う、もう運気はとても強い。これがね、今週のあなたです。すっごくいいよ。で、ここがね、今度はあなた自身を表すんだけど、ここでね、なぜかね、まあ、ちょっとした、まあ、トラブルにもしかしたら、今現在、見舞われてるかもしれなくて、なんかね、失敗しちゃったりとか、こう自信をなくしてるように見えるんですよ。あなた自身がね。で、なんていうのかな、僕は私はこうじゃないといけないのに、みたいな、すごくこう、完璧主義者の部分があるのかなって思いました。いやいや、誰でも失敗するし、そんな落ち込まなくていいよ。自信失わなくていいよって感じ。もう今週のあなたは持ってるからね。前向きにいけるいける。なんか自信を持ってほしい。そして金運がここね。これ3番目だね。はい。金運がね、今週はやや厳しいです。どっちかっていうと、お金がね、出ていく方が多いのかなって感じで。これ、氷っていう意味があるんだけど、いわゆる懐がね、今週は寂しいっていう感じになるかもしれない。今週はできるだけね、節約。そっちの方がいいかなっていう感じはします。ギャンブルもこれはしない方がいいだろうな。もう出ていっちゃいそうな気がするので。もう本当に今週は堅実にっていう感じの方が良さそう。はい、そして赤ちゃんとか恋愛のこと。まずね、なんか今週2人以上の人で迷うって出てるから、もしかしたらすごい魅力的な人とね、出会う可能性もあるかもしれない。あるかもしれない。そしてね、こうお相手様となんかこうね、本当に旅行に行ってくるっていうような感じで楽しめる1週間になるんじゃないかな。まずそこなりそうなんだよね。で、いや、なんかこう愛し合えるカードも出てるから、なんか旅行もすごく濃密な時間過ごせるんじゃないかなっていう感じ出ています。まあ出会いがね、あなたかな、ね、お相手様かなって感じがするんだけど、なんかこう、そういうものも、なんか突発的な出会いとかね、もしかすると旅先での出会いとかもあるかもしれないなって感じです。そしてね、赤ちゃんを望まれてる方、赤ちゃんがね、まだ今ちょっとね、迷ってるって出てるんですよ。なんかね、出ていて、でも、今週は、なんかね、もし可能であれば、ね、愛し合う場所、なんか家じゃないところっていうのもいいかもしれないです。気分が変わって。このね、赤ちゃんがこのね、なんか、今月か来月かみたいな感じで迷ってるのかなって感じがするので、
なんか思い切ってね、旅行とかそういうところに行くと、なんか赤ちゃんも何かこう通じるものがもしかしたらあるかもしれないのかなって思ったりもしてます。はい、恋愛赤ちゃん、決して悪くないですよ。決して悪くないです。ただなんかこの出会いっていうのがね、あなたに起こったらいいなっていうふうに思ってます。そしてね、結婚のこと、むちゃくちゃいいんですよ。むちゃくちゃいいですね。もうなんか電撃的な出会いとかね、プロポーズとかされそうで、なんかね、もしかしたら職場かもしれないし、仕事関係かもしれないんだけど、なんかあなたがこう仕事を頑張ることによって、このね、結婚運とかがすごい上がっていきそうなんだよね。お相手様は自分で仕事してるとか、ね、あとはこう、大企業の例えば役員クラスとか、なんかそういうこう、すごい すごい人とのなんかご縁がつきそうな気がするよって出てるのが、はい、素晴らしい結婚運です。はい、そして仕事。なんかね、もしかしたら、人によってはリストラとかね。なんかこう、なんだろうな、こう役を、まあ役が下ろされることはね、日本はあんまりない気はするんだけど、でもなんかいろんな、ちょっとこう、なんか納得がいかないようなこととかがね、もしかしたらね、あったかもしれないんですよ。でも逆にね、その納得いかないとかっていうことがあったからこそ、今週のあなたはすごい頑張れるって出てる。これが新しい仕事とか職場かもしれないし、あなたがとてもこうやりがいのある仕事、これ大上昇ですからね、地風昇とか、なんかこうマイナスの出来事があったかもしれない。だからこそこういうね、ポジティブな流れになるよっていうこともね、思える。なんか今あなた自身が落ち込んでるのは、この仕事のことも関係あるのかな？でもね、これだけ強いカードが出てるから、このマイナスなエネルギーもあなたはプラスに変えることができるよって出てる。きっときっとね、頑張れると思いますよ。じゃあ、今週のセブンデイズ見ていきましょう。セブンデイズ、はい、このカードで見ていこうかな。はい、じゃあ今週のセブンデイズ。9日の月曜日から。船、なんか動き出すね。月が出た、すごいぞ。いいね。月か。水。木。ちょっと水木、体がしんどそうな気がしますね。金。土曜日、日曜日。はい。さあ、なんか今週なんか波がね、すごく大きいなって思ったんだけど、まずね、今週のラッキーデー、あなたにとってのラッキーデーが月曜日、特に火曜日がむちゃくちゃいい。月火と、あとね、ここね、
金曜日もここね、ようやく金曜日になると金運が上がってきそうな気がします。上がってきそう。金曜日がいいのと、あと日曜日、お友達と、なんかね、楽しい時間過ごせるのかなって感じです。で、逆に気をつけてねっていうのが、水曜日、木曜日、なんか疲れが溜まってそうとかね、あなた自身がなんか、決断するのかなとか、そういうのもあるし、木曜日は体の疲れと、あとね、ちょっとした喧嘩とか口論がありそうなので気をつけてくださいね。で、土曜日、あなたは何か、自分の道を選ぶって出てるので、なんかありそうだね、今週って感じです。火曜日がね、とにかく恋愛でも出会いでも、ね、赤ちゃんでもすっごいいいんだよね。いいです。月曜日、まあ旅行とか動くっていうカードも出てて、火曜日がね、本当にあなたの夢とかロマンスとか、そういうカードが出てるので素晴らしいです。で、まあ今日、今週のね、日曜日がライオンズゲート最大化の日と、あとね、新月があるので、今から新月、素晴らしいこの新月の願いを見ていくんですけど、まずここでね、あなたにとってのラッキー星座を見ていきましょう。今週のあなたのラッキー星座。お牛座さんです。今週のあなたのラッキー星座は牛。あとね、なんかこう、素敵なレストランでデートとかね。それもすごくいいし、優しい色合いのお洋服とか、下着とかもいいよって出てます。よかったら参考にしてみてください。じゃあ、ライオンズゲート最大化。そして、獅子座の新月の願い、あなたの願いが叶うこと、見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の皆様、ライオンズゲート最大化のね、オープンの京都、あとそれプラス獅子座の新月というすごい日が重なっている今日、さあ、あなたにとってどんな願いが叶うのかを見ていきたいと思います。ねえ、すごいよね。はい、じゃあね、要のカードを選んでいきます。さあ、あなたの叶う願い、船ですよ。なんかね、動き出すっていうのは、仕事も恋愛も引っ越しも、旅行もそうだし、留学もそうだしね。こう、今、もしあなたが停滞してるとかね、こう、連絡が取りたい、あの人がいるとかだったら、可能性ありそうじゃない？あ、子供のカードも出たね。お、赤ちゃんの願いも、これは、ねえ、叶うかもしれない。あ、家が出たね、すごいね。あ、ねえ、これパパさんのカードかな。なんかもうここ家族ですよね。パパさんがいて、ね、家族がいて、赤ちゃんが来てくれるのかな、みたいな。わお、すごい。おー、ハート。もうこれね、赤ちゃんもそうだけど、ねえ、なんか、ああ、新しい展開だね、ライダー。おお、なんか出会いもあるのか？連絡？ 嬉しいね、山。太陽出たね。もう今回の獅子座のマークですからね、太陽。素晴らしい。まず、赤ちゃんのことからお伝えさせてください。出てますね、赤ちゃん。もう、
割の確率ですね、これ。赤ちゃんすごいな。なんかこう、お空からやってきてくれるんじゃないかな、赤ちゃん。男の子かな。もうなんかね、今まで治療を頑張ってた方とかね、もしくは今から治療をね、しようって思う方もいるかもしれないんだけど、きっとね、プラスの方向に行くんじゃないかな。すごーい。まずね、それすごい良さそう。なんかね、パパさんもすごいなんか好意的で、なんかすごいこう、仲良し家族が作れそうじゃないですか。赤ちゃんと、もしかしたら一人いるかもしれない。ね、もしかしたらこの三人家族、あなたとね、家族かもしれないけど、なんかもうつながってるよねって感じ。そしてこの赤ちゃんは、あなたに、もうあなたに会いたくてしょうがないんだろうな、みたいな。今まで会えなくて辛かったとかね。わー、来てくれそうだな、まず。これすごい。はい、そして次は出会いとかね。恋愛とか復縁。まず、運命の出会いありそうだよね。結婚につながるような出会いありそうだし、復縁を望んでる人、あの人との関係動き出しそうだよ。新しい展開。これね、あの人から連絡来るんじゃないかな。なんかあの人がようやくこう心が整ったとか、そんな感じなのかな。あなたへの愛情あるんじゃないかな。そしてあの人はこうただの復縁とか連絡とかじゃなくて、なんか将来のことを考えてくれてるような形でのあなたへの連絡があるような気がするよ。ありそう、ありそう。いやー、すごいね。なんか出会いも復縁もいいじゃんって感じで。で、あのね、恋愛中の人は旅行ね、これやっぱ良さそうですね。ね、家から離れて、なんかロマンチックなところ。旅行もすごく楽しめるとかね。なんかそこで、こう、二人が、こう、次のステップに行くような、そんなことも出てるよって感じ。すごい。はい。なんか、ファインディング。なんか、ね、今週だけじゃなくて、新月も含めて、なんか、見つかりそうだよね。人だったり、ね、来てくれる赤ちゃんだったり。はい、これが2番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ3番のピース。はい、選ばれた方。はい、じゃあまず見ていきましょうね。はい、まず全体運です。はい、ソードの2のリバース。仕事は？カップの3のリバース。家、家庭のこと。ソードのエース。なんか、レイアウト変えたりとか。なんかあの、大きい掃除とかね、断捨離とかするのかな、家の中がね。はい、そしてあなた自身のことが、はい、カップの8のリバース。が、再び挑戦する。ここね、結婚運は、はい、ソードのナイトのリバース。はい、隠されてる物事。コインのエースのリバース。お金のこと。はい、鳳凰のリバース。兄弟とか、これ小旅行とかコミュニケーションがソードの参加。もしね、ご旅行とか帰省とかされる場合は気をつけてくださいね。なんかトラブルがもしかしたらね、出てくるかもしれないです。はい、
あとこれはね、セックス運、カップの6のリバース。ここ恋愛とか赤ちゃんね。恋愛とか赤ちゃんが力のリバース。ここは健康運。あ、ストレスが溜まってるね。とか会社での横のつながりが、なんかこう、なんていうのかな。あっさりしてないっていうか、ここのモヤモヤがすごいあるような気がする。はい、お友達運。はい、死神のリバース。久しぶりのなんかね、連絡とかある人もいるかもしれません。はい、ここが海外、女帝のリバース。はい、今ねこういう風に、まあ、中心カード出してホロスコープ展開法っていう形で今カードを出してます。そしてね、ここが今週の流れ、そしてここがあなたのところ、お金のところ、今週のね、お金、そして恋愛とか赤ちゃんのこと、結婚のこと、離婚のこと、そして仕事のことっていうことで、カードをそこの部分にだけ追加をしていきます。はい、まずね、はい、中心のカード、水風星が出ました。はい、ここあなたのところは水天柱、なんか復縁望んでる2番の方、あ、3番の方、なんか去っていったあの人を待ってるって出てるんだよね。はい、これはね、次お金のところね、スイカ、ビセイ、はい、次恋愛、赤ちゃんのこと、おー、水地比、いいですよ、親しむっていうカード。はい、次は結婚のところ、水ラインチュンか。ちょっと今週はなんかね、仕事が忙しかったり、あんまりこう結婚向きじゃない人とかね、もっとカードを出していきます。仕事のこと、簡易水か。複雑な恋愛してる人とか、なんか表沙汰にならないように、バレないように、気をつけていてくださいね、ということでカードをね、なんかね、仕事ね、足元を救われるって気がするんですよ、異性関係でね。タワーか。なんか複雑な恋愛中って思うな。金運、雲だね。はい、恋愛、赤ちゃん、無知か。忙しいのかな、体疲れてるのかな。はい、結婚のとこ、今週はね、ちょっと焦らなくて全然大丈夫。仕事のこと、魚、はい、あとはね、ルーンカードも出していきます。さて、ルーンマンだね。はい、ダエグ、お守り、恋愛、始まり、今週はなんか全部がね、ちょっとネガティブなカードだね。でも今
習が良くないって言って、そんな気にしないでね。あとは、はい、あとはね、5番目の部屋、7番目の部屋だけに、このカードを置きます。はい、まず恋愛、ニューラブって出てるね。はい、そして、結婚のとこ。さあ、どういうカードが出るだろうね。はい、OK。さあ、お待たせしました。じゃあ、まずね、ここのね、中心から読んでいきます。はい。不思議なんだけどね、ここにソードの2が出てるんだけど、ソードの2って平和っていう意味なんですよ。ここピースじゃない？もうすごいシンクロしてるよね。平和。そういうね、カードの意味があるんですよ。でね、この一週間って、なんかね、穏やかな一週間になりそうです。なんかね、こう大きな出来事とかはないかもしれないんだけど、でもこう日々毎日をこう大切に過ごしていくって言えばいいかな。なんかこう今までこう動かなかったことが少しずつ動いてくるかなみたいな。あなたの人柄とかがね、こう少しずつこうみんなにこう染み渡っていくというか、なんか安心できるよね、あの人みたいな、そんな感じのいわゆるこう穏やかな一週間にまずなるような気がする。そしてね、仕事、あなたのこと、はい、あなたのこと、そうなの。なんかね、待ってるって出てるんだよね。どっちかっていうと非常にあなた自身の今のエネルギーは受け身なの。それが悪いとかじゃなくてね、受け身で、そうなんだよね、去っていったあの人を待つって出ている。だからあの人のことで頭がいっぱいなのかなって気がする。でね、頭がいっぱいなのはいいんだけど、このことで仕事でね、足をすくわれないように、気をつけておいてくださいね。特にね、複雑な恋愛してる人は、なんかね、それか、それで、なんていうのかな、足元をすくわれる可能性がね、仕事はあるかもしれないから。複雑な恋愛をしてる人は、バレないように注意。そしてね、ここがね、金運。今週はね、なんかお金を、なんかね、贅沢なものとかをこう買っちゃうとか使っちゃう可能性があるのかな。特にね、美味しいの食べに行ったりとかね、すごい素敵なお洋服とか化粧品とかね、そういうのでお金を入ってくるけどお金使っちゃうのかなって感じがします。そういう意味ではやや、ね、プラスにはならないかもしれない。でも、まあ、いいもの、自分が気に入ったものを買う分はね、それは全然いいと思う。ただ、見栄を張るとかね。それだったら、そこは少し考えながら使った方がいいかもしれない。っていうのが金運の流れ。そして、赤ちゃんとか、恋愛のこと。はい、ね、まずね、恋愛なんだけど、今私がね、思ってるこの待ってる
っていう方に関してはね、ここね、終わりと始まり。今まで喧嘩とかしてて、た人、喧嘩とかしてた人は、あの人と、いわゆるこう、仲良くなれるチャンスが出てくるかも。新しいチャンスがね、やってくるかもって出てる。だから今週ね、可能性あるかもしれない。まずね、音信不通の人とか。それまず出てて、で、出会いを求めてる人。ややね、お相手様がもしかするとちょっとね、ショートテンパーの人とかがいるかもしれない。そうね、なんかちょっとプライド高そうだな。なんか友達から始めることをおすすめします。どういう人なのかなみたいな感じで。出会いはね、あると思う。どういう人か、どういう人物なのかっていうのを、こう、深く見た上で判断することをおすすめするかな。そして、赤ちゃん。赤ちゃんはね、なんかね、今、あなた自身のね、体が疲れてるような気がするんですよ。こう、体が今なんか無理しちゃってるのかな、みたいな。きっと、まあ、ご主人とかね、パパさんとは、まあ、ある程度の仲の良さ、あるかもしれないんだけど、なんていうのかな、あなた自身が、こう、本当に、なんかね、今ね、私なんかっていう言葉が聞こえたんですよ。ああ、そんなこと全然思わなくていいですからね。自分自身に、だってね、パパさん、ママさんを選んで来てくれる。あなたでいいじゃないですよ。赤ちゃんからすると。あなたがいい。そういうふうにね、選んできてくれるので、どうぞ、自信をね、持って。あと、このね、まあ、ライオンズゲート、特に今ね、ライオンズゲートなので、赤とかゴールドとか、そういう色を、まあ、例えば下着とか、身につけられることも、いいかもしれないなっていう感じがしています。これがね、恋愛、赤ちゃんのこと。そしてね、結婚のことがね、今回は、なんかね、すごい価値観が違うのかなーっていう気がしました。もし出会いがあっても、なんかこう、なんていうのかな、まあ、こう、いろんなこう、家の違いとか、こう、人、なんか、お相手様と趣味とかが全く違うとかね、そんな感じに出てるので、今週は、もう自分磨きとか、の方がいいかな。少しこのお相手様がね、若干、こう、ずる賢く見えるんですよ。だから、あんまり今週のね、結婚の出会いは、そんなにお勧めできないかなって。あと、結婚の話とか、彼氏さん、彼女さんとする場合も、今週は、あんまり、この話は、今は、進めない方がいいかなって感じがしました。そして、これが、仕事のこと。仕事運は決して悪くないんですよ。すごく大きなお金とかがね、入ってきそうって出てるので、ここでは使うって出たけどね、入ってきそうって出ていて、でも、恋愛とか人間関係とかで足をすくわれそうって出てるので、そこは気をつけてくださいね。そこは気をつけてください。じゃあ、今週のセブンデイズ。セブンデイズを、まずは見ていきましょう。ね、9日の月曜日から。
じゃあまずね、月曜日、道。火曜日も子供。水曜日、いいですね。火水いいですね。木曜日、ネズミ。お金の使いすぎ、健康面、ストレス、要注意。金曜日、山。なんか疲れが溜まってるなぁ。土曜日。お、あの人のカード。もうね。そして日曜日。熊。はい。あ、ちょっとごめんなさいね。カードが途切れてる。土曜日、あの人のカードが出てるから、あの人が何か。あの人が何かを見てみます。ああ、ヘビか。そっか、今さっき複雑な恋愛中って出たもんね。わかった。そうね。これがね、もしかすると、こう、あなたの、こう、嫉妬心とかが、すごくこう、強くなっちゃうのかもしれない。ねえ。特に、まあ、複雑な恋愛で、これ、土曜日だよね。ね、複雑な恋愛で、お相手様が特に結婚とかしてると、なんか余計に、なんかね、なんか何してるのかな、みたいな。奥さんと仲が、なんかどれぐらいいいのかそうじゃないのかみたいな、もやもやがね、やっぱりすごく強まると思うんですよね。強まると思うかもしれないけど、これ嫉妬とか、そういう意味もあるんです。なので、あなたが、なんか嫉妬がね、この日強くなるっていう可能性もあるし、あの人があなたに対しての嫉妬とか、そういうものが強くなる可能性もある。ただ土曜日に関しては、どっちにしても、なんかこう、やや、こうデートとかしてもね、なんかこう、こういう感じで、こう、喧嘩っぽくなる可能性があるかもしれないので、土曜日はもう余計な心配とか、嫉妬とかしない、しないことをお勧めします。そして、はい、逆にね、いい日が、まあ、火水いいですよね。火水と、あとこれ日曜日ね。水曜日が特に、これロマンスのカードが出てるので、デートとか、出会いとか、あと赤ちゃんとかね、すごい良さそうです。そして、まあ、この日曜日は、まあこれ大きなお金っていう意味もあるし、まあ、ご両親とかの意味もあるので、まあ、何かね、なんかね、帰省で会うとかね、そういうことも考えられるかもしれないです。で、逆にね、木曜日、金曜日、ちょっとしんどそうなんですよ。こう、心とか体がすごく疲れてるとか、体がまあ、夏なんだけどね、冷えてるとか、そういう可能性あるので、もう冷えはね、どの病気にも良くないので。で、このあたりは気をつけといてくださいね。水曜日はむちゃくちゃいい。日曜日もいい方です。で、土曜日の嫉妬とかには要注意。はい、じゃあ、あなたの今週のラッキー星座、見ていきます。これとね、これが気になるんだよね。はい。じゃあ、あなたのラッキー星座は、ヤギ座と、魚座、違う、ごめん、ヤギじゃない。牡羊です。
お羊座と魚座だね。なんかこう、頑張るところはなんかとことん攻めてもいいのかなって気がするんですよ。そして、まあ恋愛とか人間関係っていうのは、こうね、あの人の心とかに寄り添いながら、優しく慰めながら、みたいな、励ますみたいなのがいいのかなって感じ。なんかね、日の当たるところ、水辺の近く、海かな？ 海とか川がね、なんかラッキーアイテムなのかなっていう、そういうのは出てます。はい、今日、ライオンズゲート最大の日、プラス、獅子座の新月っていう、むちゃくちゃすごい日なので、新月、あなたの願いが叶うことを見ていきたいと思います。じゃあ、あなたにとって、この獅子座の新月が、どんな願いが叶うのか。じゃあ1枚、要のカードを選んでいきます。これが気になるな。はい、開いていきます。魚が出ました。これは金運、仕事、まあお金、あとはなんかね、時々コメントでセックスレスですっていう人もいるんだけど、あの人とね、愛し合えるとかね。そういう、いわゆるセクシャルな意味もあります。タワー。船。子供。あの人のカードだね。ネズミ、家、ワンちゃん、はい、鳥、はい、こういうカードが出ました。まず、あなた自身がこれからの新月で叶うことっていうのが、なんかね、いわゆるお金が入ってくるところが1個以上になりそう。例えば服飾とかね。そういう感じで入ってくる。いわゆるあなたに潤いが生まれるのかなとかね。そういう感じがするし、なんか自宅とか友達と一緒になんか始めるのかなとか、そういうのも考えられるような気がします。そしてね、あの人との関係も、ここ密になるって出てますよ。今のあなたとあの人の関係性を、今日はね、見てないんだけど、こう、仲良くなれる。あの人と向かい合うことができる。で、人によっては、なんかね、キスする、ハグする、抱きしめる、深い関係になるみたいな、そういうことが始まるとかね、そういう可能性もあるのかなって感じです。そして赤ちゃんね、子供、赤ちゃんが来てくれる人もいるんじゃないかな。これはそうですね。まあ、お金がね、出ていくっていうのも出てるから、もしかすると、このね、不妊治療で、ね、お金が出ていくかもしれない。でも、ね、赤ちゃんが来てくれる。そういう可能性もあるのかなっていう感じ。それは出ているかな？なんかこう、とにかく、あなたにとってね、こう生きやすい感じになりそうなんです。生きやすいっていうのは、生きやすさが楽、
なんかほんと伸び伸びと好きなこと好きな仕事、こうそういうのを活かせていけるのかなとか、そのやりたいことに向かって動き出すのかな、ちっちゃい頃からの夢をね思い出すのかなとか、そういうことも出てるような感じがしました。はい、これが3番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。